ラリー・マビアラは、フランス出身のコンゴ民主共和国代表サッカー、選手、ポートランド・ティンバーズ所属。ポジションは DF。14歳でパリ・サンジェルマン FC のアカデミーに加入。2006年11月に、初のプロ契約を結び、2006から07シーズンの、クープ・ドゥラリーグと UEFA カップで2試合に出場した。2007年8月、 イングランドのプリマス・アーガイル FC に1シーズンのレンタルで加入したが、膝の怪我のためプレイ時間を得られず、治療のためにパリに戻ることを余儀なくされた。そして、レンタルは最終的に打ち切りとなった。2008年1月にパリ・サンジェルマン FC に復帰、リーグアンで3試合に出場し、1得点した。2009年6月に同じリーグアンのアグック・ニースに移籍し、 4年契約を結んだ。2012年1月、トルコのカルデミル・カラビュックス・ポルニー籍。2015年8月7日に、カイセリス・ポルト2年契約を結んだ。2017年5月29日、ポートランド・ティンバーズと契約を締結。ユースレベルでは、フランス代表でプレー。2008年に、コンゴ民主共和国代表に、初めて招集された。 ナンテールで開催されたアルジェリア代表戦でデビューを果たした。ありがとうございます。